お狙った獲物は必ず落とすの。落ちました。後ろにいるけど大丈夫？はい、皆さんこんにちは、こんばんは。藤田美代でございます。というわけで本日もファイナルファンタジー7リメイク続きからやっていきましょう。というわけで、前回の続きからそのまま撮っているので、この画面を閉じると、ウェッジが、おい早く開けろよ。ウェッジというかその周りの人とかがね、そうずっと喋っています。 OK。 というわけでじゃあ早速やっていきましょう。ここにいちゃダメ。さてウォールマーケットまで行けないだろ。おウォールマーケット、あーなんか揉めてるの。開けてください。ここが通れないと。うるさい、無理だと言ってるだろ。先輩兵士、ウェッジ先輩兵士、名前がちょっと面白かった。やっぱり役立たずっす。そんなこと言わないで。諦めないでウェッジ、うん、私たちの声で助かる人大勢いるって信じよう。そうだよ。エアリスはプレートが落ちるって信じてるんですね。俺はアバランチの勝利を信じてるっす。なるほど。でも嫌な予感がずっとしてて、なんだろうこれ。それ私も。あ、だからいざという時に備えよう。そうだね、あの時こうすればよかったって後悔しないように今を精一杯できることちゃんと。何が落ちてきた？何が起こるかわからないっす。後悔するときはいつだって手遅れっす。みんな助からなきゃダメなんだ。かわいいウエッジ。心に響いた。お前、僕は後悔したくありません。お新人くん、皆さんこっちです、早く。そっか、助けられる人を助けないまま。セブンスヘブンはこの先だよね。うん、そこの道を抜けて右側っす。あ、マリンは任せて。なるほど、町のみんなは任せてください。いいね。そっかそっかね、そう避難してください。7番街の下から離れてください。そうだね、しゃべる暇がない。そう、押しちゃダメっす。助けられる人をね。あ、こっち行けないんだ。助けないままでいるっていう、その後悔したくないって言って行動したわけだね、新人くんは。よかった。この辺何もないかな。なんかあってもエアリスじゃどうしようもできないのか。これはどうやって行くんだ。地図見てわかるかい。こっち行けん、あ、こっちから行けるか。オッケー。おお、エアリス操作だ。まあちょこちょこはエアリス操作するとこあったけど、ここまでがっつりは初めてかな。さて、あ、大家さん離れて、早く遠くへ。ん？ちょっとあんた何か知ってるのかい。大家さん、シチューは無事なんだろ。うん、わからないの。今はまだ。でもフレットは落ちるのかい。はい。あ、はいって言った。信じられねえ、あいつらどういうつもりなんだよ。ここで騒いでも仕方ないよ。さあ、自警団は避難誘導だ。うん、いや、その前に避難経路の確保。ああ、そうだそうだ、ほら行こう。大家さん、あんたもアバランチかい。友達です。そうだね、後で顔見せなってティファに伝えておくれ。うん。
そっか、友達だね。セブンスヘブンに急がなくちゃ。うん、急ごう。走るエアリス、かわいい。うん、あ、そうだね。ねえ、あれ？え、なに？え、ほほほほ、そんな大変。こっちに落ちてくるぞ。あ、危ない。早く、あ、押さないで。そんなみんなでなんでエアリスをタッチしていくの？エアリスに触らなくても逃げられるでしょ。何？あ、あ、あ、うお、ギリギリ。危ない。うわ、大丈夫？やばれちゃう。お洋服が、こっちだ。あ、アクションアクション、大変大変。マリンちゃん、え、いや、さすがにね、さすがに私はね、どっか通れる。オッケー。さすがにね、さすがにマリンちゃんはとっても小さな子だから、さすがにマリンちゃんは私は無事だと信じてるよ。通れそうな道、さすがに。その辺はちょっとあの、やめてよ。さすがにマリンちゃんは無事だと思う。やった、通れる。フェアリスの顔がすすだらけに。すすだらけっていうのか。待ってて、早く行けよ。落ちなよ。ああ、子供が、いたたたたた。お、友達だっけ。でも今は我慢しようね。うん、あれ、マリンちゃんのお友達だっけ。早くこの先へ。ほら、お、大家さん、こっちだ、こっちだよ。心強い。あそこまで一緒に行こう。お、うん、かわいい。おー、すごい、えらいね。もうちょっとだからね。どうなってんだ。そうだよね、転んでる子放っておけないよね。マリンちゃんのことも早く助けたいけど、この子のことも助けないと。うん、あれ、この子なんかマリンちゃんの友達じゃなかったっけ。ここ違うか。みんな避難したな。大丈夫、急がないと。心配いらないよ。早く行こう。力を合わせて、みんなで生き延びるよ。こっちは危険です。大家さん心強いな。あ、大丈夫ですか。逃げ道はこっちだよ。ほら、急ぎな。うん、この子もお願いします。よかった。ベティ、どこにいたんだ。あ、お父さん。パパ、よかった。よかったね。うん、よし、ちょっと一回セーブします。オッケー、行きましょう。およし、そっちはもう。いや、だってマリンちゃんが、あ、こっち行けないのか。ていうか、あの、いっぱいいた猫ちゃんとかは大丈夫かな。ワンちゃんもさ、大家さんの近くだっけ。ごめんなさい、どうして。あの、展望層の近くにワンちゃんいたよね。家にはまだ命の方が大事だろう。ん、こっちで合ってる。おーおーおー、あ、大丈夫エアリス。もう一機も爆発、手間が省けた。そちらは、これはどなた。なんか名前は前回も出てきたかな。会ったことないよね。あれ、ってかエアリス大丈夫。別件が入った。あ、あとは任せたぞ。あ、やっぱ狙われてるのか。自由だ、お前は。お、いや、自由とか言ってる場合じゃないんですよ今。やだエアリス、ボロボロになっちゃう。なんとか早くたどり着こう。あともうちょっとかな。着いた。ここ通れる。マリン、もう少しだからね。ここだよね。オッケー、行きましょう。マリンちゃん本当にここにいるの。そこくぐれるようになってるから、その中にいるのかな。あー、声聞こえる。この中にいるのかな。どこだ。あー、マリンちゃん。マリンだよね。うん、誰？うん、私はディファのお友達。うん。
ファはどこ？今はクラウドたちと一緒。父ちゃんも？父ちゃん。バレットだよね。うん、一緒。まだ帰ってこないの？そう、だから私が来たの。うん、頼まれたんだ、マリンと一緒にいてって。でもここ危ないから、安全なところ行こう。お店壊れちゃう。うん、お家なくなっちゃうよ。悲しいよね。でも家族が揃えばそこがお家だよ。一緒に行こう。なんだ。なんで？よかった。ああ、そっか、ここでお花見るんだ。忘れないでね。行こう。なんだ。お花いっぱいにしよう。マリンにもできる？もちろん。どんなお花好き？ね、かわいい。マリンちゃんセーブする。はあ、泣いてしまった。目が目が涙で。マリンちゃんかわいい。そっか、ていうかん、これこっちもいけない。あれ、なんか、もう前にしか進めないかも。横とか入力しても前に進む。そっか、もうお店の中見れないんだ。マリンちゃんの今のあの何だったんだ、あのシーン。何かクラウドの時みたいに何かを見たんだよね。見せたのか。あ、さっきの人。かくれんぼは終わりだ、エアリス。あら、綺麗な人。ソン、マリンちゃん。さて、選択肢はそれほど多くない。ん？心配しないで、マリン。取引したいんだけど。お？マリンちゃんを助ける。あ、違うか。プレート落とさないならそっちに行くとか、そういう話。あ、とりあえず乗るのか。ああ、あ、これでこっちになるね。ティファが来るか。そろそろ決着つけようぜ。これ戦うのか、もう一回。あれは、ん？おー、ティファ来た。
心強い。意地悪しちゃうぞと。しないで。お。お。おお。あ、間に合う。間に合った。よかった。ティファ。お待たせ。待ってない。待ってるけど。お互い様。このまま走ろう。何やってんだよ相棒。面白いなこの二人。エアリス。お。ヘブンズヘブン。マリンを頼んだ。ウェッジ。オッケー。エアリスと一緒にいるはず。まあ、ちょっと離れたけどね。ん？なんて敵いる？おおおおお。またマテリアセットしないと。おおおお。飽きないで。え、エアリスの取引はそういうことかな。プレート落とさないならシンラのとこ行くみたいな。それかマリンちゃんを無事に助けるならそっちに行くとか、そういうこと。これレノは喋ってるけど別に何もしてこないのか。今はとりあえずこれ倒せば大丈夫。いや全然隠れてないですよ。戦ってます。よいしょ。ちょっと待って、マテリアエアリスで使わなかったな。オッケー、そうエアリスでさ、もしかして戦ったりするのかなって思って、またエアリスにマテリアを結構つけたからまた交換しました。いやさっきティファ全然遅れてないよの待ってないよっていうのと、でもティファのことは待ってたよっていう待ってたよがごちゃごちゃになった。まあそんなことはどうでもいいんですけど。油断はできない。よし、これでよいしょ。よかった、ティファいると心強い。でもこれあれ戦うんじゃない、ティファと、てか2対2で戦うのでは。お、霊気マテリア成長した。成長してないやつつけてたからマテリア全部レベル上げしたい。わわわわわ、あ、またティファのすごい声が。これ戦うっぽいよね。多分その2対2でこっちはティファクラウドでさ、向こうはレノルード。え、でもあのツオンって人は戦わないのかな。じゃさっきのツオンってスワベさんだった、声スワベさんっぽいと思った。攻めるぞ。だからそこ届いてんの。届いてんのかな。絶対この手すりごと切ってるよね。 OK、ティファ、あ、クラウド回復するか。 OK で、おおおお、めっちゃ撃ってくる。こっちはいけない。何、背伸ばればいいの。これ食らうの、これ。食らう、一応食らうのか。食らいそうだね。まあまあこれで大丈夫。あら、一応避けながら行った方がいいのかな。おら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 、おらおら言わないの。痛い、あ、食らうわ。お、なんだ、あー、上級鎮圧兵来ちゃった。集中していく、集中していく。よいしょ。オッケー、魔法当てよ。パイラを当てる。ナイス、両方倒した。あら、見つかっちゃったわ。戦いそうだな、強いかな。まあ分かんない、戦わないかもしれないけど戦いそう。やります。気になる、エアリスとマリンちゃんのあのシーン何だったんだろう。よいしょ。何何何、よいしょ。何かを見たっぽかったけど、マリンちゃんもなんか関係あるのか。マリンちゃんは普通に子供かと思ってたんだけど、なんかもしかして何か能力があったりするのか、それともエアリスが見せただけ。まあ、その辺もいつか分かるのかもしれないし、分からないのかもしれないけど楽しみにしてます。上に登らないと。こっちか。なかなか会えないね、バレットたち。
はしごかなんかある、あるか。これだ。ティファが行っちゃった。一目散にティファが行っちゃった。あー、ちょっとティファの後のはしご登って大丈夫？登って大丈夫？あ、もう登っちゃってた。お、なんだ。何？うん。な、何の音？あ、おおお、あ、ジジーだ。ジジーもしばらく会ってないよ。腕によりをかけた私の新作、たまんないでしょ。いや、もうジシーがたまんないっす。ウィッチの真似をした。たまんないっすって。おお。狙った獲物は必ず落とすの。落ちました。後ろにいるけど大丈夫。かっこいい。ジシーだったか。オッケー。よいしょ。これは何でもない箱か。かっこいいジシー。久々いるよ。また油断するな。上級鎮圧兵いるよ。覚悟はいい。よいしょ。さあ来い。ナイス。で、お疲れ様でした。どうした？あ、なんか狙ってくる。やだやだ。なんかプープープーって言ってる。やだ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 。怖い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 。なんだ、なになに、なんか別のが来た。最上階が制圧された。お、最上階制圧された。ジェシーか。ザコ相手に何やってんだよ。ザコじゃないんだよ。あれ、いけないな。とにかくこのまま軌道に向かう。あ、まだいるのか。空中兵がいた。やだ。ティファってなんかつけてたっけ。毒を直します。あ、まだまだいるね。あ、これも倒すの効くかな。サンダー、あ、効いてるっぽい。見破ればよかったか。よいしょ、倒した。ナイス。あと何、この人か。お、イカズチがレベルアップしたらしい。痛い。なかなか届かないんだよな。ファイヤーを外ろ。落ちてこないね。落ちてきて、降りてきて。あ、なんかヒートなってる。慌ててる慌ててる。そんな変なプロペラで飛んでるからだよ。そんなプロペラで飛んでるからそういうことになるんだよ。こっち行けるかな。行けるね。すごい、ずいぶん上だね。めっちゃ高いじゃん。怖。またなんかいる。あ、戦闘員。これで最後かな。倒した。空中兵強いな。倒したね。オッケー、ちょっと回復しよう。オッケー。この辺はなんかあるかな。こうやって回復するとさ、急に回復ポイントくるんだよな。なんもない。あ、通れないか。通れなかった。結構上まで登るよね。ずいぶん登ってきたと思うんだけど。最上階ってでも話に出てたから、あともうちょっとかな。こっちか、これだ。うわ、怖怖怖。これは怖い。あ、見て。うわー、いや、もうもう私はもうここで失神して落ちて死ぬよ。無理無理無理。そんな風に渡んなくてもいいのにね。なんかこうしがみついてさ、渡った方が良くない？何もそんなバランス取らなくてもさ、平均台みたいにさ。たどり着いた。お、ジェシー。嘘、さっき大丈夫そうだったのに。大丈夫。嫌だ、ティファってば。変な顔しちゃって。え、大丈夫？顔真っ青じゃない。最後の話し相手。え、クラウドか。いや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 、うん、悪くないぞ。最後と決まったわけじゃない。え、嘘でしょ。
いいんだ。私の爆弾、大勢殺したからね。償わなくちゃ。本気で言ってる？また助けられちゃった。何度でも助けるぞ。あー、かっこいい。しみる。ねえ、本当はね、みんなでまたママの料理食べられるって。え？どっかで信じてたんだよね。あんたのピザも。そうだね。でも私、ほら、ティファが泣いてる。え、嘘でしょ。早く下に連れてこうよ。え、そろそろ行ってくれない？見られてると恥ずかしくて。え、嘘でしょ。あ、見てるけど、え、本当に？気絶しただけじゃなくて、え、じゃあビックスも死んじゃったの？やっぱり。え、嘘でしょ。え、こんな一瞬で？早く下に連れて行け、クラウド。早く。嫌なんだけど。嘘。え、まだバレットに会ってないのに。え、バレットに会ってないのにジッシーが死んじゃうの？いやー、ちょっとありえないな。そっかー。え、なんかちょっとビックスも死んじゃったの？じゃあ、え、でも後で来るって言ってたけど、え、あ、セーブするか。